これでいきなりハン君で1万再生いってたら、いったらもうハン君が人気になるんで。多分人気出ると思うよ。ハン君絶対人気出ると思うよ。マジで。こんな可愛い子なかなかおらんもん。カフェの楽しみ分かってきた。笠川栄太も。いや別にこれ食べるじゃない。楽しめよ。ないじゃねえよ。これ楽しみがない。誰かと来るとね。うん。ダラダラするのいいけどね。ダラダラ喋りながら。そう。喋るのはいいよ。一人でやっぱスタバとかさ。あ、でも俺もだからさ、なんか SNS 書いたりさ、動画切ったりとかさ、一人の時はいつもそんな感じだったけど、ひたすら試合見たりとか。俺もう5分の上げまくるわ。あれよ、マジで前にしてたね。ねえ、ねえ。いやでもそんなにやっとうから見かけるもんね。え、見かけるもんね。そんな簡単じゃない。まだ今のところはその編集とかがやったことないから、そこはね、まあ、慣れだよね。慣れだよ、ね、なんかリズムだけ。俺2回分けるよ。ギュッてしたら本気出したら多分40分ぐらい、あ30分ぐらい分けるけど、きつい頭がね。まずはカット持たんもんね。で一呼吸してそれで夜30分ぐらいで、今夜ぐらいでやっとうか。そういうことね。入れて、うん、っていう2つの作業。ラッキーハンク、ちょっと写真撮って、ちょっと写真撮って。マジかわいい。これでちょっと好感度上げるわ、ハンク。に好感度あげる。絶対し昨日一昨日のさ、あのやつが出て金額。うん。どう？0.1 円普通に。あの回数で。俺は 0.2 と思ったよ。ああ。で要は1回で 0.6 円。はいはいはい。計算で。